んです。いつもさ、一番大好きな食べ物お寿司って言ってるやんか。そんなお寿司でもいろいろあるじゃないですか。例えばその回転寿司とかさ、寿司とかカッパとかさ、まあ、あとは回らなくなってくる寿司とかさ、お魚のね、そう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 、大人の寿司みたいな、いろいろ言ってきました、今までの動画で。お寿司屋さんは、まあ、そこで行きたいのがさ、何本ぐらいやったらお寿司に出せる、一皿一皿って言ったら、一貫って言ったらいいかな。まあ100円やね。まあそんなイメージやね、うん、本日行きたいのが一貫50円なんですよ。おお、結構安いな。でもね、ちょっと違うんですよ。今回行きたい一貫50円の激安お寿司、職人が握るお寿司なんですよ。へえ。そう、僕も結構ね、いろんなお寿司屋さん行ってるか分かるんですけど、その職人が握るってもっと高いんですよ。本当に一人前1万5000円とか2万円とか、高すぎるよ。それ以上ざらにあるような感じなんですよ。でも本日行きたいのは一貫激安50円お寿司を職人さんが握ってくれると。ありがとう。誰に言ったん。というわけで本日は日本一安い高級職人が握るお寿司を食べに行きたいと思います。ねえミッキー、本日カケは高級な寿司を食べに行こうと思うんだ。えっ、いいの？わーの食べたいの、わーの食べたいの、わーの食べたいの。なんかこういうのさ、スーパーマリオ64の最初の画面だ。うわっ、すごっ。めっちゃ分かる。まあじゃあ行きますか。そうやね、100万円禁止かず言うやつやね。ちょっとパクっちゃった。100万円禁止かずということで、本日はそちらに使っていきましょう。トカチブンブン腹打ち、ちょっと喉痛い。このテンテブル、よっしゃ向かうか。場所がね、新世界の方なんよ。うん、ワンパスじゃないの。大阪に新世界ってあって、串カツとかが有名なんやね。あの皆さんもよく聞かないですか、おい著作権二度漬け厳禁やべみたいな。あれあれ、だからさ、俺もさ関西人やんか、うん、二度漬けは絶対したらあかんねんなってるか、もうこうこぶれついてるもんね。確かに。そうだから、たまーに家でさ、自分だけでこう串カツたまーに食うときあんねやんか、うん、もう6度漬けぐらいするもんな。いいやったらええやろ。そっちなんや。逆にこうなんか反骨精神じゃないけどさ、ちょっと逆らいたくなるみたいな、あるわ。そんな新世界に行きたいと思います。新世界に着きました。新世界のど真ん中やん。めっちゃいい雰囲気じゃない、うん、観光街みたいになってるやんな。ちょっとしたすごいね、うん、あ、見つけた。めっちゃいい雰囲気やん。大和屋、明るく暮らす、美味しく食べる、楽しく生きる。めっちゃ深いこと言われてる。でこちらで食べていきましょう。めっちゃいい雰囲気。タコ、イカ、エビ、生ゲソ、アジ。この中で一番のおすすめってなんすか。みんなおすすめよ。みんなおすすめ。絶対めんどくさなってるやん。もう揚げ物もいらない。はい、大丈夫です。はい、どうも、ありがとうございます。じゃあ乾杯しましょう。しましょう。乾杯です。お酒行きたいことだけど、運転できんから。申し訳なさすぎてさ、でももうカメラのアングルがこうなったもん。結構って、うん、みんなが謝ってみたいな。運転。あ、これやで。三角サービスのやつ。150本当にサービスあって。普通に言えばさ、4500円ザラよ。ただ三角で50円。本当にすごい。150円ってだってあれやん。自販機売ってるさ、500ml のペットボトルが。ほんまや。でも最近消費税上がったからそれも変わるん。160円。ほう。いや、なんかというな。いただきます。いやでもすごい雰囲気はね、高級感あるっつー、アットホームな感じね。ザ・大阪って感じやな。うん、届きました。うまそう。え、違う、そうや。いいんかいな、これ。ほら、わしゃ、これいいんかいな。ほな、いただきます。何いただく。夢やったね、こういうカウンター席でさ、あー、ないとない頼もうかなみたいな。いいやん。ほな、いただきます。うまっ。え、だってこれさ、カッパと同じ値段でしょ。うん、考えられない。考えられない。手が壊れそう。一番好きなの。あー、これやな。これ流し込むと OJ やけど。ちょっと待って、オレンジジュースのこと OJ っていうのやめてくれ。エビも大好きかも。おー、言ってるね。
取れないの？いいか。ウニが、ね、間に、ね、挟まってる。ちょっと大変。初めてビューティー系の気持ち分かったわ。こちらのイカ、間に海苔挟まりいただきたいと思います。わー、間に海苔挟まってるの、なんか磯の香りがこう鼻に鼻からこう吹き抜ける感じ。こういうさ、アジみたいなのがさ、赤いやつとか分かりそうだね。あー、まあ確かになんかこう、安かったり生臭さあるよ、うん。アジや。え、ちょっと待って、なんかちょっと怖い怖い音が聞こえた。おしめんだれ。AKB みたいな。ソーセージちゃうね。まさかのアジ上位にいて。あ、マジで、うん、だからそれで言ったら本当に、なんかエビが大島で、アジが前中で、イカがさらに高みな。古いな。初期名やホタルの墓みたいなのがいてる。楽しい時ほどすぐ終わっちゃう。もうあと1巻しかない。じゃあラスト1巻いただきます。うん、いや、これすぐお酒飲みたい。普通にな、診察用忘れてたな。やっぱりそうだね、この雰囲気、この音楽、ホホヨとか行きたい。ホホヨはおかしいから、生とかやめつ。あ、そっか。ごちそうさまでした。いきますか。いきましょう。ごちそうさまでした。ありがとう。大きい。大きいです。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。あー、あー、うまかった。いやー、というわけで職人さんが握る1貫50円の激安寿司堪能しました。いや、マジほんまにうまかったね。いや、すごい、うん、こういうのなんか企画対象に出していいかわからんけどさ、うん、某やっぱチェーン店とかとちょっと違うかったよね、うん、その味もなんか食べた瞬間にファーストコンタクトでわかる。あ、ここうまいやつや。感じあったよな。初対面の反応良かったもんな。初対面の反応良かった。いや、普通に次なんかお酒を飲みながらこう来たよね。なんかその店主とかさ、そういう会話とかも良かった。だから本当に美味しいお寿司屋さん、ごちそうさまでした。いや、でもさ、なんであんな安い、タイムサービスぐらいのレベルで安かったやん、うん、でもあれだけでさ、お腹いっぱいにできるやんか、うん、すごいよね。ほんまに安かった。素晴らしいよ。どっから仕入れてんだよな。いや、ほんまや。花とかさ、分からへん。どうなん、でもめちゃくちゃ安いもん。なるほど、ほんまにやったら、あー、魚人島とか一緒にワンピースの新世界や。ちなみに恒例企画、激安店の後のパーキング代はいくらなのか。よっ、なんと1時間ぐらい止めてこちら新世界で、結構でも都会やな新世界って。だ、天王寺、天王寺はこれな、うん、100円でした。すごいね。めちゃくちゃ安い。天王寺の隣でもあるし、西成の隣でもあるもんね。ああ、そう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 。本当にすごい、あんな綺麗な街天王寺とすごい治安の悪いね西成がこう本当にくっついてるからさ、うん、だから次元爆弾と恋人をいっぺんに手に入れたような感じ。誘惑のセンス。